やったけ落ちるあ、そう、そういう格好で行きますよ。うん、爪切りが嫌だと思う。爪切りが嫌というもん、固定されるの嫌って感じ。もう元気になったからね。どうした？どうしたも何も分かってんだろお前。うん。うん。よしよし。よしよし。片方の手は。僕これ嫌なんだよねって、すごくすごく嫌なんだよね。なんで分かってくれないのかな。お。はい、前。あ、これでおしまいだっけ。前はおしまい。前はおしまいね。後ろ。顔が映らん。もうちょっとだよ。あと5分。これが噛みつかないでくれないかな。噛みついて、歯がね、もう痛いよね。はいはいはい。あららららら。びっくりした。そういう声を出さないでください、怖いので。あ、落ちる落ちる。あと4分。あともうちょっとだって。ほら、噛みついてる。もう嫌なんだよ。待ち？どうしたあんた。あと2本か3本かな。違う、あと4本。まだ切ってない。危ない危ない。うん、あった。終わったって、よかったね。きっと終わったね、よかったね。おお、すごい。噛んでる噛んでる。そうね、爪切りの恨みだって。キリキリまでやる。キリ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 。おお、歯が痒いのかな。でもちょっとね、恨みが。歯がかゆいっていうよりもかなり怒ってます。トラ猫じゃなくてね、まあ、凶暴なトラになってる。ララ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 。かわいい顔したって無駄だぞ。本性バレてるぞ。噛みついてる。わあわあわあ、すごいキリキリだな。はい。かわいい。
イリーの背中がズームされてしまった。うん、イリーに向かって生意気だな。リコパンチをしようとしたんでしょ。動きが早くてカメラで追えない今のは中からなんかビー玉でも探し出そうとしてるみたいだね。ないけど。早いね。ジャンピング。動きが早すぎてカメラが。ね。キノコはね優しいんだよね。おお。名前が決まりましたね。ね。名前何ですか？かわいい。僕の名前は、プリチーピュースケです。またの名を、エムリスと言います。目パチした言い終わったと同時に目パチした。わかってるね。ね。ねえ、ちょっとね、名前がつかない時間が長かったけど。ねえ、プリチーピュースケっていう名前と、エムリスという二つの名前が決まりました。ね。ピュースケって。そう。まあ、普段ね、ピュースケって呼んでるんですけど。エムリス。うん。大人になった時もね、ピュースケって呼ぶかっていうと、それはまたちょっと違うと思うので、まあ、ね、名前の変わる魚みたいな感じ今はプリチーピュースケって呼ばれることのが多いけど、エムリスとも呼ばれてます。エムリスは魔法使いのマーリン、ね。もう一つの名前なんですよ。ね。なんか眠そう。マーリンっていう伝説の魔法使いのもう一つの名前がエムリスなんですよ。ねえ、この子はね、生まれながらの人たらしの魔法使いなんです。エムリスはぴったり。かわいいね。